ごきげんよう、神川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、海外のニュースが、英語字幕か日本語字幕で見れる YouTube のチャンネルあれば、教えてください。2020年6月14日、ということなんですが、前回、自動生成字幕ではなく、ちゃんとした英語字幕がついているニュースチャンネル4つ、BBS ニュースジャパン、TBS ニュースアワー、ザエコノミスト、ブルームベルククイックテイクをご紹介しましたが、さすがに4つだけでは少なすぎますよね。もう少しあるだろう、と思って探したところありました。あるんかい。早く言ってよん。ということで、今回はニュースチャンネルを翻訳する丸2を発表したいと思います。それでは早速行ってみましょう。1、チャイナアンセンサード、https://m.youtube.com C、シノアンセンソード、ビデオス、中国で弾圧を受けているとされる、法輪功のメディア企業である、神道神殿次第が運営しているチャンネルです。中国のデリケートな政治問題に焦点を当てた風刺的な YouTube チャンネルということなんですが、まあ確かにデマも多いです。コロナの時もバタバタと道端で人が突然倒れて死ぬとか吹聴してたのはこのチャンネルでしたね。ということで、私はこのチャンネルの全てを信用していませんが、まあ地上波も似たようなレベルであり、取り立てて、このチャンネルだけがデマをばらまいているということはないですね。テレビ朝日の玉川も同レベルですので、話のネタとしては面白いです。また、字幕については真面目に作成されていますので、その努力は評価しますね。2.DW ドキュメンタリー https://m.youtube.com C ドドキュメンタリービデオス DW ドキュメンタリーはドイツの公共放送です。さすがドイツですね。真面目に字幕つけてます。フランスも少し派ドイツを見習ってほしいですね。3ファイナンシャルタイムス https://m.youtube.com C フィナンシャルティマビデオス。フィナンシャルタイムズはイギリスで発行されている経済誌です。2015年11月30日から日本経済新聞社傘下となりました。頑張って字幕つけてね。4、フロントリン PBS、オフィシャル、https://m.youtube.com、C、フロントリン、TBS はアメリカの公共放送です。5、ザインフォグラフィックス、SHO、https、m.youtube.com C テインフォグラフィスコールビデオス。ここはアメリカの教育トピックに関するアニメーションビデオを特集するチャンネルです。ということで、前回と合わせて9つのニュースチャンネルでちゃんとした字幕をつけていることを確認しました。 YouTube アプリやサファリ、エッジなどで自動翻訳させるとかなり綺麗な日本語になりますよね。このように自国の字幕さえちゃんとしたものをつければ自動翻訳でもかなり使えるツールなんですよね。ぜひとも YouTuber はちゃんとした字幕をつけていただきたいものですね。以上です。